今日午後5時までの24時間に降った雨の量は、室戸岬で 137.5 ミリ、室戸市崎浜で100ミリ、上市大土地で 70.5 ミリとなっています。室戸市崎浜では、午前9時半までの1時間に38ミリの激しい雨が降りました。室戸市に出されていた大雨警報は先ほど解除されました。この雨は今後1週間ほど続くとみられています。長く続けば続くほど危険性が高まってくると思います。中国大陸から西日本に伸びております。この前線の方が次第に北上していきまして、その後、来週にかけて日本付近に停滞するような状況になっていきます。太平洋と中国大陸に張り出した高気圧の影響で前線が日本に停滞、海からの暖かく湿った空気が流れ込み続ける影響で長雨になる恐れがあります。県内は明日にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。明日1時間に降る雨の量は多いところで中部と東部で60ミリ、西部で40ミリ。明日午後6時までの24時間に降る雨の量は多いところで中部と東部で250ミリ、西部で200ミリと予想されています。大雨はあさってまで続く見込みで、その後も雨量は増え続ける恐れがあります。気象台は低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害への警戒を呼びかけています。また雨の影響で今日行われる予定だった夏の甲子園明徳義塾の試合は明日に順延となりました。